はい、そうですね、本当に時間早いですよね。今まで5年間イベントとかライブとか僕たち頑張ってやってきましたが、やっぱり皆さんの応援と愛があったからできたと思います。はい、正直僕たち作詞作曲日本語もまだまだですけど、皆さんがもっともっと応援してくれたら、一生懸命一生懸命勉強して皆さんが素敵な音楽、好きな音楽、一番でもプレゼントします。これからよろしくお願いします。ね、やっぱりリーダーとしてなんか言うのはちょっと悲しいですね。責任感を一番持ってる人なんで、それで、僕らなんかこう混んだりとかした時もあるし、なんかこう韓国でも日本でもなんかこう、誰も知らずに一生懸命やってて、やっぱり韓国はバンドがそんなになんかこう有名じゃないから、いろいろことがあって一番ね、かっこいいねおめえ。かっこいい。ねえ。すみません失礼しました。かっこいいや。はい。すみません。はい、すみません、ごめんなさい。はい。そうですね。